まあいいじゃないですか。いいじゃないですか。これで固まれば完璧ですよ。完璧ですよ。このままつけっぱなしでもおしゃれ。いや全然いや僕通つもりないですよ。貼りましたね。貼りました。貼って塗りましたね。なんか最初からあったような感じ。うん、全然違和感ない。これ気づかないですよ。これやっぱり古い木使ってるからですよ。ああ、そっかそっか。うん、新しい木使ってないから。ああ、味が出てる。やっぱりね、本当黒くするとしまいますね。うんうん。母屋が黒ですからね。それと揃ってるから。ちょうどいい。表情せずに。なんか冒険家ですよ。そのまま塗って、あとから拭きます。ああ、拭くのね。はい、拭きます。昨日それで結構うまく取れました。なるほど。40度って何かね。なんかちょっとこっちの方がいいかなと思って。20センチかな。20ですね。20、ね、はい、20でやった方が無難ですよね。20でね。うん、ちょっと高めです。高さも20だね。20です。はい、するとね、今度大変なんで、モニターもたくさん作らないといけないんで。はい、ここと、そこと、この3箇所。怖い。ここも来てますね。足跡ありますもんね。イノシシ。もうくまなくなってんだ。やっぱり匂いのするものを食べるんでしょうかね。そうみたいですね。やんなっちゃうね、本当にね。ここは大丈夫かな。こっちはいいことにしましょう。これ結構大丈夫。まああんま大丈夫ではないんだろうけど。あそこはダメかな。この辺の木も燃やしちゃうんで、はい、ちょっと避けましょうか、これ。そうですね、これちょっと裏に持ってっちゃいましょうか、そしたら、はい、
の2人でやってたもん、ね。本当だ、本当だ。え、同居じゃん。あ、なんかおしゃれな感じさえしてきました。袴みたいな。良い良いですね。しっかりしてる感じ。まだ止めてないんだけど。いい感じになります。まあ、あ、でもちょうどいいかな。いや、裏は養生いらないのよ、これ。